豊島は2017年8月6日のクラッシュ初参戦から4連敗中、2年4ヶ月白星がありません。初勝利を目指す画面左側、赤いグローブの豊島聡美、対するプロデビュー戦22歳は森川優里です。この試合はプレリミナリーファイト第1試合、女子アトム級2分の3ラウンドで行われます。放送の解説は石川直樹さんです。石川さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらが豊島聡美、対するは森川優里。女子選手も増えてきましたよね。そうですね。プレリミナリーファイト第1試合、女子アトム級2分3ラウンド、今開始のゴングを聞きました。まずはプロデビュー戦、青いグローブの森川がローから作っていこうというところ、パンチで前に出ていくのは豊島です。あ、もうここはいきなり近い距離での打ち合い、殴り合い、少し足を使いながら豊島、中には入れさせたくない左の前蹴りを打ってまいります。対する青いグローブ森川、プロデビュー戦はこの右のローを多用。いや、石川さん、いきなり近い距離で打ち合いますね。そうですね、積極的ですね。デビュー戦はどんどん行った方がいいですからね。はい、右のハイキックも出してまいりました。右のストレートを打ち返していったのが森川です。頭を低くしてオーバーハンドの右キックは赤いグローブの豊島、まあ、豊島もちょっと苦しんでいる状況を何とか打破したい。まだ、ね、プロの確保がないですからね。森川の顎が上がりました。それでも森川は拳を振りながら前に出てきます。豊島はこの右の前蹴りで何とか距離を取ろうとするんですが、その距離を潰して積極的に踏み込んでくるのが森川。プロで優先というと、しかも第1ラウンドなかなか緊張すると思うんですが。そうですね、だからこそ積極的にいって、まず自分のペースをつかみたいですよね、森川選手。だからこそなんですね。そうですね、つかんでしまえばね、どん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 そのまま練習の通りそれ以上のことがパフォーマンスできますからね。しかしここで踏み込んで手数多いのは赤いグローブ豊島の方です。豊島はプロ6戦目、ここまで1勝4敗と、失礼、ここまでプロ5戦して4敗1分けという成績、まだ勝ったことがありません。本当にこの今まで勝ち星がないっていうのもね、今本当にクラッシュ K1 は1試合でね評価を変えられるぐらいのねリングですからね、勝ち方ですよね、はい、そうですね、はい、ここは右の拳が交錯する、お互いオーソドックスに構えてまいります。残り10秒の拍子木が聞こえたんですが、お互い手を緩めることはありません。ショートパンチの森川、ロングフックの豊島、ここで第1ラウンド終了のゴングです。さあ、石川さん、はい、立ち上がりどのようにご覧になりますか。お互い積極的にいっていいですよね、うん、でこれで、まあ、先にどっちかがあのスタミナが削られちゃったりとかした方が失速していくので、はい、まだここからまだね、2ラウンド目以降どういう風になっていくんですね。ちなみに試合前にはお互い、はい、まあ、森川の方は攻め続けるためのスタミナを強化してきた、うん、倒しきるための筋力をアップしてきたと話をしました。で、対する豊島もフィジカルを強くする練習を増やしたと、はい、この試合に向けて話をしています、はい、こちらが豊島です。まあ、相手はインファイターで前にガンガン来るイメージ、熱くならないように冷静に、いつもパンチばかりなので蹴りでダメージを与えたいという話、まあ、そういう意味では石川さん、第1ラウンドあの前蹴りというのはその意図が見られましたよね。そうでしたね、はい、思ったとイメージした通りの試合よね。まず2人ともどんどん積極的に前に来るから、この2ラウンド目とどう 変化をつけていくか楽しみですね。第2ラウンド、リングのセンターから前にプレッシャーをかけていくのが豊島です。まあ、青いグローブプロデビュー戦の森川はプロに上がるにあたって決めたことがあると、勝っても負けても KO、 そんな話をしています。第1ラウンドはプロデビュー戦にもかかわらず積極的に前に出ていった森川、しかし遠い前から豊島の右の拳が伸びてきます。そして森川はこのローを多用するんですが、うん、そこを潰して、ね、右のストレートがどんどん今日は当たってますね、ヒットしてますね。ただ森川はもうその豊島の右のフック気味のストレートが多いと警戒はしていたんですが、その警戒されている中でもストレートを打ち込んで当てている豊島。ここは一旦距離を取ります。ただここも先に豊島が踏み込んでくる、うん、森川はロー対応、そうですね、はい、ローから試合を、うん、攻撃を作りたいというのが見えますね、森川選手は。
い距離で放つロー、中に入れさせたくない豊島、うん、ここの駆け引きもあります。右のロングフック、これです。左のアッパーも織り交ぜてきた豊島、フェイントを使います。まあ、この辺り技術もありますね。そうですね、はい、豊島選手はね、あ、森川選手ロー当てたかったので、ジャブをうまくついて上と下に散り板散らせたいですね、ここでね、ローを当てるためにジャブが必要です、ね、そうですね、はい、やっぱこれ全部ね距離握られちゃってるんで届いてないですね、はい、逆に右のストレートは届いてきます。豊島ジャブが触るところから蹴れば絶対に足は当たるので、ここもワンツーパンチ、あ、森川も一つ右のストレート当てていきました。第2ラウンド残り10秒を切っています。少しずつ距離を支配し始めたのが豊島の方でしょうか。ここで第2ラウンド終了です。さあ石川さん、ちょっと第2ラウンドお互いの動き、はい、アクションというのが変わってきました。そうですね、はいはい、第3ラウンド今どっちも、自分の好きなことをやってる感じなので、3ラウンド目あの勝負を決するためには相手の動きを見てそれに合わせた攻撃、例えば、うん、ローキックを避けた後にパンチを当てるとか、はい、豊島選手ですね、逆に、森川選手は豊島選手の右ストレート右のパンチを誘ってからローを当てりに行く、ちょっとそういうなんか戦略的な動きが見えないとポイントを取るところに至らないかなという印象ですね。1ラウンド目の見てると思い切った攻撃のその先ですよね、はい、思い切った攻撃の次にどういう戦略を掴んでいくかというのがポイントになると思います。プレリミナリーファイト第1試合女子アトム級の一戦、2分3ラウンド、そのファイナルラウンドに入っています。サイドキックを見せていったのは赤いグローブ、これまでキャリアの中で白星がありません、初白星を目指す豊島、対するプロデビュー戦青いグローブ森川優里です。これはノーダウンスリップです。まあ、スタミナ強化をしてきたといった青いグローブ森川なんですが、石川さん、はい、実際プロのリングに立って練習とは違ったところでちょっとスタミナ削られるなんて話を聞きます、はい、それは本当にその通りなんですよね。やっぱり思った通りにいかないってなると人間ってどんなことでも格闘技だけじゃなくて焦るじゃないですか、はい、あ、ただそれでも前に出てくる右のストレートヒットさせました。近い距離右のフックだ、いいですね、ヒットしますね。森川がパンチで前に出ていく、もう一つどんどん詰めていきます森川、豊島なんとかこの状況は避けていきたい、ただ追いかけてくるのが森川優里、うん、まあ、このプロデビューまで6年の歳月をかけてようやくこのクラッシュのリングにたどり着きました。そのプロデビュー戦残すは60秒です。ただ豊島も2年4ヶ月白星がありません。プロ6戦目にして初白星をつかみたいところ。いや、これお互いスタミナの心配ないですね。そうですね、はい、特に森川選手にとって今自分の攻撃が面白いように当たったので、面白いように自分のペースが作れている時っていうのは人間で疲れないんですよね。ファイターズハイというかですね、はい、この状態にゾーンに入っている状態だともう無敵になるんで、うん、さあその中でその拳止めることをしません森川です。もしもしと前に出ていく豊島も必死にパンチで応戦するんですが、さすが、ね、にここでスタミナ切れてきたか、うん、そうですね、やっぱ豊島選手はパンチ当たってるんですけど下がりながら当たってるんで、やっぱ印象がジャッジの印象としては、うん、パンチを殴りながら前進している森川選手の方が印象は良くなっちゃうんですよね。さあ残り10秒を切りました。プロデビュー戦初勝利なるか、対する豊島プロ6戦目キャリア初白星なるか、ここで試合終了のゴングです。試合は判定に委ねられるということになりました。森川選手はね、細かくこの序盤から当てたところで一気にまとめるっていうポイントが良かったですね。まあ、3ラウンドの序盤でかなり先手を取って、はい、多くのパンチを豊島の顔面にヒットさせました、うん、はい、そうですね、おっしゃる通り先手、うん、必勝っていうパターンですね、うん、3ラウンド目はこちら豊島です。豊島選手もね、あの右のパンチ当たってはいたんですけど下がりながらだからちょっとポイントとしては印象は良くないかなっていうふうに見えちゃいますよね。そのあたりがこのジャッジにどう影響してくるのか。お待たせしました、判定結果をお知らせします。ジャッジアーリー
29対29ドロー、1人目ドロー、ジャッジ西が29対29ドロー、ジャッジ山根29対29ドロー、以上判定0対0をもちまして、この試合引き分けとなります。3者ともに29対29そうでした ね。豊島選手の右ストレートが何回かヒットしてたところをジャッジがポイントを取ったんですね、うん、前半の、うん、森川選手 あの決定的な場面がジャッジの位置を取るかなと思ったんですけど、うん、豊島選手のストレートが評価されたっていう結果のドローですかね。プレリナリーファイトは延長ラウンドが用意されておりませんので、この試合は判定0対0引き分けとなります。